ナースカサバイのぶチャンネルです。11月の20日土曜日、現在時刻は15時23分です。ついにね、ロックダウンの規制がね緩和された最初の土曜日になりました。でちょっとね街中はねぐる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 回ってきてるんですけども、体感的にね街中をね歩いてるもしくは食事をしてる人たちがどうだろう、まあ以前のね 2.5 倍ぐらいになったかなみたいなね印象を受けます。でね、まあ相変わらずねちゃんたらの、旧館の、3階のテラス、3階のテラスから、カメラ回してるんですけども、こうやって見えるねこの下の道、ここもね交通量ね増えてると思います。でねビエンチャン人ですね。ビエンチャン人が結構来てるんだろうなと思いながら、街中歩いてたんですけども、実際ね耳の中に耳にね飛び込んでくる言葉っていうのは意外と中国語なんですよね。でまあビエンチャンにね相当数中国人が住んでるん で彼らがねあそこに来てるんじゃないかなっていうのも感じました。であとはあれですね、旅行者バイクのねバイクで足止め食らってた欧米人なんかが一気にね、動き出しましたね。であとビエンチャンのね、これはお金持ちビエンチャン人ですね、ドカティとかね、ハーレーとかでバイクのチームがあるいくつかあるんですけども、ハーレーとドカティの、シーンが来てましたね。そいつらが走ってきてるんで、まあまあね13号線は問題なく走れる、通過できるみたいですね。で実際チャンタラの息子にですね、確認したんですけども、まあ13号線もうねダークレッドゾーンがあるんで絶対入れなかったエリアがあるんですけども、そこも一応ねスルーできるようになったっていうふうに言ってました。でまあその息子をねこの間ビエンチャンに行ってきた時、お前どこ泊まってんのって言ったら、まさにダークレッドゾーンの中にある、知り合いのバイク屋、まあそこにね知り合いのバイク屋が遊びに行ってるんですけど、そこに泊まってる。まあそこお前ねダークレッドじゃんかっつって言ったら、もう今の関係ないからなって言ったんですけども、でそういうねまあまあ一般市民レベルではですね、どんどんこの規制緩和がね緩んでるっていうふうに、感じてるようです。だけどねラオスってねダブスタなんですよね。ダブスタ、で昨日もね昨日も日本大使館の方から15日からの規制緩和 のアナウンス、これはもう一回ねリリースされてたんですね。でそれをね確認してみたらね、規制緩和とはね、政府としてはアナウンスしてないですね。で規制強化の延長っていう形で、文書は出されています。でその中で、水上、あと陸上、あと空の旅客車両の、規制は緩和するっていうところは触れてるんですけれども、大っぴらにね、県境をまたいだ移動が、自由になったっていうのはどこにもねこの文章の中にないんですね。でこれはねラオスにねよくありがちなことなんですけども、例えばね一説によるとラオスっていうのは内戦時代、1975年のね、建国まで内戦ですよね。で建国後もなかなかね内戦直後っていうのはごたついてるじゃないですか。でそういうわけで戒厳令が敷かれてたんですね。で戒厳令が敷かれてたんですけども、この戒厳令ね、正式には解除になってないらしいですね。で
海軍になってないんで、どうしてもあのビエンチャン DC ですね、首都のビエンチャン DC、ナコンドワンですね、ナコンドワンなんていうのは割とね、夜が早いんですね。だいたいね、もう飲食店なんか9時とか10時でね、店閉めちゃうんですよ。で、これはなんでかって言ったら、22時以降の外出っていうのは戒厳令、米下では原則禁止になってるんで、で、それが、まあね、政府直轄ですから、それが色濃く影響を及ぼしてると思うんです。で、だけどね、反面ビエンチャンの例えばね、ちょっと外れの方ですね、まあツーストエリアから見ると一番近いのはあれだね、空港の方、空港よりも外のエリア、あのエリアに行くとね、結構ね、クラブなんかがね、立て込んでるんですね。で、そこはね、結構終夜営業みたいなね、そんな営業してます、うん。で、そこのところは目をつぶってる感じですね。ただし、まあまあ、その、ビエンチャン DC の中心地ですね、中心地なんかは、割と厳しくね、規制をかけてるみたいですね。で、これバンビエン。バンビエンはどうなんだっていう話になりますと、2000年初頭はね、やっぱりね、ビレッジアーミーっていうのがいたんですね。ビレッジアーミーっていうのは、要は青年団みたいなもんなんですけども、青年団が、夜回りしてました。M16 っていうアメリカ製のあれなんていうの、自動小銃っていうのとか、あと AK-47 ですかね、その辺、それを2丁ですね、肩に、あえてね、自警団がね、だいたい5、6人ぐらいのチームでこう巡回してるんですけど、その1チームにこの自動小銃1丁で、もう1チームに別の自動小銃1丁みたいな感じで持たせて、ね、ぐるぐる回ってましたね、うん。で、当時は、21時過ぎぐらいになったら、まあ、回り始めるんですけども、まあまあ、早く部屋入ってんで、とかって言いながら、もう遅いから、山賊出るから、って言ってました。うん、で、それでもね、パブリックスペースなんかでね、ぐずぐず酒飲んでると、早く入れ、とかって言ってたんですけども、実際22時過ぎるとね、やっぱりね、ダメだ入れって、すごく厳しくね、自室への、まあ、要はもう、部屋の中入って寝ろっていう、そういうことを言われてたんですね。で、これがね、まあ、なし崩しですね。うん。なし崩しになって、今、バンビエンは、それこそね、ロティ屋さんなんかね、終夜営業してるロティ屋さんも何軒かありますし、うん。こんな感じで、夜はね、ビエンチャンよりもバンビエンの方が長いですね。うん。で、空いてる店も多いですし、そんな感じです。だけどね、ちょっとね、中央政府の要人とかがね、来るとかってなると、一気にこれ、自警団がね、普段は活動今やってしてないんですけども、回り始めました。一週間ぐらい前からですかね。要人が来る1週間ぐらい前から、風紀の取り、なんですかね、風紀の締め直しっていうんですかね、をやります。うん、でその時はね、軍も動員させて、一回ね、でかい、まあ、要は、ものすごい偉い人ってたんでしょうね。で、その時は、軍人も回ってましたね。で、当時僕、見てやったんですけども、軍人が、まあ、表をね、もうあらかた閉めて、まあ、知り合いと飲んでたんですけど、そこの扉をガッて開けて、何やってんだって言って、で、いや、友達飲んでないかって言ったら、ダメだし、もう閉めろって言って、まあ、閉めさせられました。で、これは、やっぱあれですね、いざという時に、戒厳令を、正式に解除しちゃうと、もう一回書き直さなきゃダメじゃないですか。で、そのためにはね、一回議会通したり、いろんな手続きが必要ですよね。で、それを、あえて正式には解除しないで、なし崩し、今、なあなあで、まあまあ、普段はね、平時はね、目つぶっとくよ、ぐらいな感じで、自由化させておくと、まあまあね、経済も回るし、で、いざ、なんかっていう時に、政府がぐって、手綱を締めることができますよね。で、そういう形で、まあ、その戒厳令っていうのは正式に解かれてないっていうの
のは、ああ、そうなんか、そんなことなんだろうな、って、納得してます。多分ね、このコロナの、完全にあれですね、ビエンチャン人ですね。コロナの規制ですね、規制の緩和も、表ではね、規制強化の延長っていうリリースをしておいて、でもう一方で例えばその旅客車両の移動を自由にするっていうことで、でそうすると市民レベルではロックダウンが解除されたっていうふうな理解すると思うんですね。でそこをねしばらくこうやってね政府がこうやって眺めてて、でこれからですよね、この週末明けてどれぐらい感染拡大が広がるかとかって、これでねまたガーンって新規感染者数が増えちゃったりしたら、そこでねちゃちゃっとね手綱を引き直すだけだと思うんですよね、でそんな感じなんだろうなと思って、見てます、ちょっとね先行きがね、不透明な感じなんですけども、現状としては、ラオス、事実上ね、規制が緩和されたと、言えますね。でこのままね、このままこう穏便にね進んでもらえればね、自由なラオスが戻ってくると思います。そんな感じで、だけどねみんなねバンビエンジン顔にね正義がみなぎってきました。今までねなんかもうお客さんいないからもうどうしようもなかったんですけど、ちょっとね光見えたんでしょうね。みんなねちょっとやる気になってますね。バンビエンサポーターの僕としては、非常に嬉しい状況です。まず、事実上の規制緩和が行われた最初の土曜日、土曜日のバンビエンの様子を、ご紹介しました。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございます。